おはようございます。誰もいないし。じゃあ、日の当たるプリンターの上です。気持ちよさそう。そして、ジャン君、おいで。はい、で、はい、じゃんけん。じゃんけん。あら。は、どんな方にやってきましたね。はい。全然甘えモードです。まだしばらくはここで甘えそうです。ママちゃん、はい、いらっしゃいませ。ジャン君、今日はすごいいい天気ですよ。なんか外で声がしてるね。今日も元気で、そういえばポンちゃんがおしっこをしなくなって何日かもう分からなくなっちゃいました、結構なたくさんの日にちを過ごしています。はい、ポンちゃん偉いです。後で何日かちゃんと調べるね。少しだけ日の当たる場所を見つけてお腹を日光浴です。いつもの場所はポンちゃんが占領しました。
また友人から、使っていない掃除機いただいてしまいました。パチ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 、すごい、ありがとうございます。はい、これは多分ヨーロッパのなんかいいやつじゃないですか。わかんないよ。これは、そのままでも使えるんですが、これですね、この外したやつ。そうだね、これでですね、日頃から、清潔を保っているというふうに言っていますが、さらにその精度が高まるということになると思います。ちりとりだったのが、手軽にちょちょっとこれで増えるとということは、ジャンケンポンちゃんがバカみたいなからパッとそこにまき散らしたりですね、すぐ対応できるということになります。うるさいね、はい。初、我が家で初サイクロン掃除機となるわけですね。これぐるぐる回ってたね。回ってないか。あの時さ、あれだもん、掃除、なんだっけ、紙のフィルターがいらないやつだから、きっとそうだよね。そういうことですね、うん、はい。しかもあれになってる、あ、これこんな風になるんだ。そういうことだ、はい、このようにコードで使います。できていいね。ありがとう。ありがとうございます。と、ジャン君とポンちゃんが申しておりました。見れないね。うん。このぐらいの音だったら大丈夫だね。よかったね、ポンちゃん、ジャン君。掃除機の入っていた段ボールにジャン君が入りました。入るんじゃないかと思ってたよ。こんな感じです。そしてなんかものすごいちぎっていってる。なんか面白いね、ジャン君。いいね、なんかちょっと長くてね、入り心地が良さげ。チェック終了。楽しくない、ジャン君。楽しいだよね。そのうち遊ぶね、ちょっとね。どころか、実は、ポンちゃんの中にいました。え、あれ本当？なんかね、もぞもぞ、確かにそう音はしてて、で、あれと思って。暗いからわからなかった。その後、ジャン君が入ったんだね。その前にも一回だけちょっとジャン君が入ってたのね。そう。でもすぐ、あ、ジャン君だと思ったら、すぐ出ちゃって、うん。で、ポンちゃんその時はまだ外にいたから、うん、全然気づかなかった。どれどれ？ポンちゃんをね、取ろうとすると、ポンとか外れるんですよ。あ、いた。ポンちゃん、かわいい。ポンちゃん一番奥まで入ったね。いいね、ポンちゃん。楽しそうだね。そういえば、入る段ボール。この家ではないもんね。そうだね。じゃあしばらくこの段ボールは置いときましょう。ね、夜は片付けますけどね。うん、あれ？ポンちゃん。ポンちゃんいるの？あれ、ポンちゃんがどこにもいないんだけど。ポンちゃん？ポンちゃん？ポンちゃん？
あれ？ポンちゃんどっかで泣いてたよ。ポンちゃん。ポンちゃん。あ、上だったりする？ポンちゃん、あ、いたいた。はい、ポンちゃん。探しちゃったよ。そうか、あったかくなったからここだったんだよね。はい、おやすみ。だね。ジャン君、そろそろまたお休みの時間ですが、何ですかこれ。ジャン君、このところジャン君がこれをボリボリやっています。まあだいぶ前からね、ちょっとずつちょっとずつね、コツコツやってるのね。はい、みんなそれぞれ自分の役割を持ってるようです。